こんにちは、オートウエストエンドです。今回は今映っておりますブレーキランプのアップグレードをしていきたいと思います。まず最初に僕が今回購入しました LED のバルブを見ていきたいと思います。僕が購入しましたのは Amazon カナダで、カナダドルで13ドルほどでしたので、日本円ですと1000円いかないぐらいといったところでしょうか。2つセットの赤色のものを購入いたしました。今こちらに詳細が出ていますが、いろいろ規格がありまして、でそこちょっとややこしいんですね。なのでそのマニュアルだったりパーツリストを見て、それに適合するバルブを、調べて購入いたしました。ちなみにこの BMW X5E70 のブレーキランプはこちら P21-W、 そして1156、そして BA15S とあります。それぞれ電圧だったりベースになるその差し込み口ですね、そこの電極の数、そしてこの出っ張っている部分もありますが、それの開いている角度、この図では180度となっていますが、それぞれ異なった規格の場合はこの規格の数字が微妙に違ってきます。例えばこれは1156ですが、1157となると電極の数が違ったりします。なので購入する際には間違えないように再確認してから購入することをお勧めします。そして今矢印していました900ルーメンということで、だいぶ明るいですよね。結構期待持てそうな感じでございます。そしてこの商品説明をずっと見ていきますと、純正のバルブは80ルーメンだそうで、同じ 21W ですと。とするともう10倍以上明るい。そこまではね、さすがに明るくならないと眩しすぎると思うんですが、まあ本当なんかわかんないですが、ちょっとね、純正とこのアップグレードした LED とで比べていきたいと思います。このバルブは一番上にちょっと球体になっているガラスの面が、パーツが乗っていまして、ちょっとねレンズのような感じでかっこいい作りになっています。そしてこちらの差し込む部分ですね、電極の数が1つ、そしてこの出っ張っている部分両サイドにありますが、180度開いているということで、純正通りの規格のものを購入できたということで一安心です。こうやって見てみるとやっぱりただね、単純なバルブよりも見た目はもう格段にかっこいいと、そんな感じでございますが、はい、こちらにもう玉が切れてしまったバルブ、同じ型なんですが用意しました。ちょっとね左右並べてみていますが、はい、こんな感じです。高さは一緒ですね。でまあそのベースの部分はもちろん一緒と。はい、そしてこのバルブのガラスの部分はLED の方がシュッとして、そのベースの部分からそのまま筒状に上がっているといったスマートな見た目ですね。そして純正の方は赤い色のバルブではないんですよね。白色の光を出すと、まあ、黄色がかそこまでアンバー色ではないと思いますが、はい、赤ではないというそういったバルブがつけられておりました。今からねそれを交換していきたいと思います。このリアゲートを開けまして、この両サイドに同じようなこの扉があるんですが、そこを開けるとずらっと、バルブ類が出てきます。一番上はアダプティブブレーキといいまして、強くブレーキを踏んだ場合に補助的に光るバルブ、そしてその左下の小さいバルブはこちらはリバースの白色のバルブですね。そして今目の前に見えている白いソケットのバルブが今回買えるもの、そして今下に
を写しましたが、下はこちらはウインカーですね。ウインカーのバルブになります。なので4つ上から順に並んでいると。で、一応このアダプティブブレーキランプ、バルブをちょっと取っていますが、これね、よく見ると、もうこの元自体のあのプラスチック樹脂が溶けちゃってるんですよね。これなんてこったいという感じなんですけども、これまずいですよね。こういう作りなんでしょうか。 X5 乗られている方、このような状態になってしまうもんなんですかね。もしこういう症状のがあら、ね、見られる方、教えていただけると参考になります。はい、ということで今回変えるバルブはこちらと、メインのブレーキランプですね。少し、半時計回りにひねりますと、もう10度15度ぐらいひねりますとすぐ外すことができます。これはい。そしてさらにこのソケットからバルブを外す際にも、少し押しながらひねりますとソケットから外すことができます。そして新しいバルブですね。そちらもまあ同じように、このソケット自体にこのバルブの方の出っ張り、そこと合うような溝が掘ってありまして、そこに合わせるように差し込んでいきます。そしてグッと奥まで差し込んでから、時計回りに少しひねりますと、そこでぶつかるところがあるので、それで装着完了と。そして同じようにこちらも、このソケット自体の出っ張っている部分がこのブレーキランプのとこですね、そこの溝に合うように合わせまして、はい、そして時計回りに少しだけ回すとちょうどぶつかる、それ以上回らないところに当たります。そして装着完了と、ね、この交換自体は本当にシンプルなステップで行うことができます。はい、今映しているのはアダプティブブレーキランプの方ですね。この横に LED が4本5本入った、この奥に今入れたバルブが、はい、見えると思います。さあ、それではどのくらいの明るさを出してくれるのか見てみたいと思います。ちなみに左側が今回交換した、アップグレードしたブレーキランプになります。さあ、どうでしょうか。ちなみにそのブレーキランプの手前に横に、はい、この LED が入ってるんですよね。なのでちょっとそれが合わさってしまってダブルで光るので、ちょっと見えづらいといえば見えづらいんですが、まあ、全体的に明るさが明るくなれば、はい、今踏んでおります。それでアップグレードして明るくなったと言えると思います。右と比べてみて、もうね全然変わってないという変わってないですよね。これどうでしょう、若干明るくなってますか。いや、変わってないなはい、上のウィンドウのブレーキランプ、あそこが光ったタイミングの時に下のメインのブレーキランプも光っているんですが、はい、近くで寄ってみておりますが、どうでしょうね。900ルーメンって信じがたい。これが純正が80ルーメンということだったら、もう LED の方もこれ80ルーメンと同じ。ちょっとこれはどうなんでしょうね。はい、ちょっと周り露出自体を暗くして、その状態で見てみます。
この奥が、まあ、いわゆる普通のバルブですよね。今の明るさとこちら全く変わらない、まあ、ただこの LED 自体はね、たくさんいろんな場所で光っていて、かっこいいのはかっこいいですよね。はい、これはもう一灯一つ一箇所で光ってるのみ、まあ周りにね反射はしておりますが、光源自体は一つなので、まあ外から見ても割とシンプルな感じで、同じ露出加減で見ていますが、はい、光量一緒なんじゃないかなと。まあこのね、かっこよさはね、かっこよくなりましたが光量が、はい、今度はもう本当に真正面に来て、で少し露出を下げて、はい、見ています。この感じ、そしてこちらが交換した感じ、むしろ若干暗いぐらいのもうね、10倍明るくなるとはまあ期待はしていませんでしたが、にしてもですよねちょっとひどいなという感じではありますが、右側もまあ交換していきたいと思います。そして LED なので消費電力が少ないと思いがちなんですけども、一応これハイフラ対応といいますか、その点滅をしてしまわないようにあえて電圧を上げているんでしょうね。この使う電圧自体はおそらく 21V なんじゃないかなと。あまり消費電力自体も変わっていないのかなと、まあ、商品説明を見た限りではそんな感じに見えました。まあ、僕間違ってるかもしれないですが、はい。だからね、省エネにも別になっていないのかもしれないと。はい、同じようにね、こう溝にはめまして、で時計回りでカチッというところまで回していきます。後ろにワイヤーが通っているので、このケーブルをね挟み込まないように、まあ、注意をしてつけました。まあどうでしょう、その見た目のかっこよさ、それははい、あるなとそしてまあその寿命自体も何千時間何万時間使えると書いてあったので、まあそれも OK と、まあ、しときましょうただこのね、まあ交換、これ両方書いているんですが、まあ交換前といやー全く変わってない感じがすごいですね。まあね、かっこいいんですけどもねまあ、眩しすぎるのは眩しすぎるので、まあ、迷惑なのかなと思いますが、にしても少しも元々の純正から光量が見た感覚で増さないというのはちょっとびっくりしましたいや、参った参ったという感じですが、まあこのアダプティブブレーキ、一番上のブレーキランプの方も、まあ、純正でちょっとね溶けたりしているので、そこも LED に変えれば熱問題は軽減されるのかなと思うので、そっちをまた新しいバルブをいろいろ調べて購入しまして、またレビューしていきたいと思います。ということで今回使ったバルブはこんな感じでした。はい、皆さん参考になったという方はいいねボタンを、そしてこういったね、修理ではない、久しぶりにカスタム系来ましたが、まあ、カスタムというほどのカスタムでもありませんが、またこういった動画見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。